ひょんなことからチームの臨時監督に指名された俺、ゆうやだけど、その指名が間違いだったことが発覚。チームメイトからも、今までのきつすぎる練習の仕返しとばかりに、きつい態度を取られて、俺は次第に練習へ行かなくなってしまった。俺がいない中、強豪チーム相手の練習試合に、なんとうちのチームは快勝。その後、まさから電話が来て、みんなも俺のきつすぎた練習にも意味はあったと理解を示してくれているとのこと。後日、久しぶりに練習に行って、みんなと俺との間にあった誤解を解くことができた。そんな中、キャプテンのマサは誰も考えていなかったとんでもない提案をしてきたんだ。この後、うちのチームはどうなるんだろうか。みんな、俺思うんだけどさ、もう一回ゆうやに監督やってもらうのはどうかな。まあ確かに悪くないな。そうだな。え、それ本気？本気だよ、いいだろ。でもみんな嫌がってたし、みんなどう思ってんの？まあ前の感じでやるのは嫌だけど、実際練習の成果も試合で出てたし、勝てるようになりたいしな。そうだな、確かにきつかったけど、強い高校はきつい練習ばっかやってるだろうしな。ほらみんなも言ってるしさ、まあ監督戻ってきたからさすがに練習全部ってわけにはいかないと思うけど、まあそのあたり俺からも監督に言っとくからさ。それなら俺もチームの役に立てるなら頑張るよ。ありがとう。みんな夏まで時間ないけど、こっからもう一踏ん張りしようぜ。おう。おう。ということですので、監督、僕らに練習内容を任せていただけませんか？お、もちろんじゃ。お前さんたちが自主的にやるのが一番上達への近道じゃからの。まあ、怪我だけはせんようにな。はい、ありがとうございます。そういえば、ゆうやは練習参加すんの？ああ、俺はやっぱり練習はやめとくや。ああ、もちろんやりたくないからとかそういう理由じゃないよ。なら、なんで？この前の臨時監督をやってこのチームに貢献したいってすっごく思ったんだよね。今回は実際に監督役をやるわけだし、みんなの練習メニューを考えたりが大変っていうのももちろんあるけど、やっぱり俺は練習するよりみんなの裏方に回った方がいいのかなって。いや、ありがとな。絶対お前の分まで勝つからな。お、俺の練習はきついからな。覚悟しとけよ。そこからチームの練習は臨時監督のゆうやが指揮を取った。以前よりきつさを増した練習だが、そこに以前の嫌な空気は全くなかった。はい、ということで次のメニューに移ろうか。次のメニューは、ダッシュしながらの反射メニュー。うちのチームはデータから打球に対する一歩目が弱いことが分かっていて。マジか、きつすぎだろ。もうちょい休憩しようぜ。あら、そうか、もうちょっと休憩入れっか。はい、大丈夫。休憩時間とかもいろいろ考えてやってくれてんだろ。分かってるって。本当だよ、分かってるけど、お前はもっとちゃんと説明しろって。たまにマジで痛めつけられてんのかと思うわ。いやいや、それはないって。俺もベストメニュー組めるように頑張るよ。まあこれも勝つためだ。
さあもう一踏ん張り頑張ろうぜ。みんな今は勝つためだけに集中している。どんなにきつい練習も今のチームなら乗り越えていける。思っていることも伝えないと意味はない。俺は臨時監督を経ていろいろなことを学んだんだ。このチームとメンバーには本当に感謝している。絶対にこのチームで甲子園に行くんだ。さて明日はいよいよ甲子園の予選じゃ。みんないい顔しておるの。3年間の練習を全てぶつけてこい。そうだみんな、今年の夏は絶対甲子園行くぞ。監督と優也を胴上げするんだ。おう。みんなさあ、先発のマサ君セットポジションに入りました。第1球を投げた。ということがあって、それが私の監督の第一歩だったんだ。みんなも初めからうまくできるなんて思わなくていい。人間は失敗から学ぶことの方が大きいからな。はい。あれから35年が経ち、私は本格的に高校野球の監督として球児に教える立場になった。結婚して名前も変わり、何しろこんな声になってしまったので、あの頃の友人もまさか私とは気づかないだろう。ただ今でも監督として第一歩を踏み出したあの時の気持ちや考えは今でも忘れないようにしている。今日の関東に行こうとの試合、相手の胸を借りるつもりで精一杯頑張りなさい。相手に流されず、スイさんはスイさんの野球で戦おう。はい。それにしても向こうの本庄君は素晴らしいな。あの選手は。なかなかいいスイングだ。それになんとなく同期の高橋にも似てるな。今日の活躍次第ではトレードの話もしてみようか。私の野球人生まだまだ楽しみがありそうだ。そこからチームの練習は臨時監督の優也が指揮を取った。以前よりきつさを増した練習だが、そこに以前の嫌な空気はなくなった。